はい、こんにちは、レトスノーノです。4月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。人生の中で選択できるものがある。それはあなたが頑張るか頑張らないか、これはあなた次第です。本当に頑張った日、寝るときどんな気持ちになるでしょうか。今日はよく頑張ったなといった達成感や満足感が得られると思います。一方、やろうと決めたことをやれなかった日、ダラダラして一日を過ごした日、どんな気持ちになるでしょうか。ああ、今日もできなかった。なんかモヤモヤした感じにならないでしょうか。私は一日無駄にした、とすごくへこみます。でも、この一日があると、1ヶ月以上は毎日充実した前者のような生活を送れます。なので、1ヶ月の中で1日ぐらいであれば問題ありません。でも、やると決めてやれなかった日、ダラダラして1日過ごした日、これが、1ヶ月の中で何日もあっては合格は難しいです。頑張るか頑張らないかはあなた自身が選択できます。その選択次第で今後の人生も変わってきます。1日1日、いい選択ができることを祈っています。では今日の3問に入ります。A から土地を借りていた B が死亡し、借地であることを知らない相続人 C が、その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、C は B の借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×なんですけれども、ちょっと問題文確認します。まず B が死亡して相続人 C がって書いてあるわけなので、C が B の相続人なんですね。だからイメージとしては B が、親で C が子供と、まあ、いうような関係ですね。で、まあ、親が A さんから土地を借りていましたと。で、B さん、親が死亡して C さんが、まあ、相続したという状況なんですね。で、賃貸借契約による占有っていうのは多種占有っていうんですね。これどういうことかっていうと、借りている人なので所有の意思を持っていないんですよ。つまり土地を借りているっていう意思を持って占有しているんですね。自分が所有しているという意思を持って占有はしていないということなんですよ。まあ、今回の問題土地なんですけども、例えばアパートを借りている人を考えるともっとわかりやすいです。アパートを借りている人っていうのは、そのアパート、自分のもんだとは思ってませんよね。あくまでもアパートを借りていると、借りて住んでいるって思ってるはずなんですよ。だからいくら占有を継続したとしても所有権を時効取得することはありません。つまり賃借人である B、 まあ、今回で言うと土地の借り主は B さんですよね。まあ、先ほどの事例で言うと親ですよ、は借りている意思を持っているから時効取得することはないんですね。所有権を時効取得することはありません。一方、相続人 C っていうのは土地の賃貸借の当事者ではないんですね。死亡した B さんが土地を借りていたと知らない可能性もあるわけですよ。で、知らずに C さんがこの土地自分のもんだと思って占有する可能性もあるわけです。で、このように占有を開始した場合っていうのは、所有の意思があれば取得事項の完成により所有権を取得することもあり得るんですね。まあ、これは判例です。この問題のポイントは取得事項の要件の一つである占有者は所有の意思を持っていること。これなんですね。もし所有の意思があれば、C さんは土地の所有権を時効によって取得する場合もあります。なので、本問は×となります。この部分ですね。C さんは、土地の所有権を時効で取得することはないって書いてありますね。だからこれは×だということです。時効取得する可能性もあるので×です。で、問いですね。宅建業者である A 及び B が共同で宅地の売買の媒介をする場合において、それぞれの取引士 A、B が共同で重要事項説明書を作成し、 A のみが重要事項を説明する場合、 A が単独で記名押印した重要事項説明書を交付すれば足りる、丸か×かという問題ですね。これは誤りです。共同媒介の場合、重要事項説明書には全ての仲介業者の取引士の記名押印が必要です。つまり A も B も重要事項説明書に記名押印する必要があります。つまり説明については問題文のように代表者の一人が説明しても構いません。つまり A のみが説明してもいいです、 B のみが説明してもいいです、どちらでもいいです。
ただ、記名押印については A も B もどちらもやらないといけないんですね。なので誤りだということです。意外と知らない方もいるので、ぜひ覚えておいてください。で、土地区画整理法ですね。仮勘地指定の結果、使用し、または収益する者のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残るので、施工者は土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない、丸か×かという問題です。答えは、所有者の同意、これ不要ですね。仮勘地が指定されると、元々の宅地、まあ、従前の宅地ですね。従前の宅地の所有者は、仮勘地を使用収益します。じゃあ、この元々の宅地、いわゆる従前の宅地ですね。これどうなるかっていうと、これは勘地処分があるまでは施工者が管理するんですよ。なので、施工者が管理するんだから、従前の宅地を工事するために施工者は土地所有者の同意を得る必要はありません。よって誤りだということです。まあ、今回もやはり理解しなければいけない部分、ただありますので、もしその理解しなければならない部分、つまり関連ポイントですよね。そういった部分がもしわからないっていうのであれば、まあ、自分自身で調べるなり、していただいた方がいいです。まあ、こういったところがですね、理解学習のポイントになってきます。で、もし自分自身でそこまで調べるの難しいなとか、何がポイントなのかっていうのがわからない場合は、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、絶対合格したいという方は、ぜひご確認いただければと思います。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。